うっかり傘うっかり傘なんか、って言ってましたこれ、ご登場それこれ報告中したんで どう耐えたよこれ普通のやつ何が違うんですか細いってことこれがねこれがピッて曲げると、うん戻らんですあこれ、こう曲げてもあ、本当だいや、いつも尻尾切ってやってて尻尾切れば分かりやすいけど、うん、アリの神経締めですあの背骨を通すようなビクビクってなるとこならんかったら間違えてんななってないおおこれグリッと刺すグリッと刺すグッと刺す痛い行けアリで、ぐーって止まるとこまで刺す止まったで、もっとクリ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 もっともっともっと刺すもっとまだですかここから水泳くれてるこれ一回だよやりましたね。やりましたね。すごい。イエーイ。嬉しい。クーラーボックスについに入りきらない量を釣れました。うん、夢だったやつ。ね。しかもこんないい魚ばっかり。昇級試験も終わりました、はい、お疲れ様でした見事私が優勝させていただきましたおめでとうございますもうそれはもう OK です、はい、それで家が買えますよかったです、はい、また遊びに行かせてくださいはい、じゃあお疲れ様でしたお疲れ様でしたすごいよ。すごい。いや。すいません。今宵は宴で。本当だ。いやもうおちょこかも。ズワくんさんも無事平マサあげましたね。平マサですよ。すごいですよ。他のオモンとはちょっと違うと思ってるけど、ねうん、今回の目標ってなってる平マサ。そう。まあそれつ。だからまあまあもう負けましたけど、まあ、1個称号持って帰れるいや、はい、すごいです平松はな俺ら関西でなかなか釣れへんからなちょっと憧れよねただまあ一丸に喜べないのが僕だけじゃないっていうありがとうございますどうしてみました今日の MVP ですよあ、うん、MVP
よ。あ、でも、それだっておっさんかな。どれでどれでサワラ。あ、1メーターのサワラ。99センチ、9センチ。あ、お肉来たから食べよう。でも、でも、俺がサワラとかやつ、忘れつけて、サワラとか。あの、よし、でも、ヒラマサは。そう、初めて。初めてで、釣りたい釣りたいって言って、やっぱ。念願のですよね。昨日、ヒロちゃんにヒラマサ釣れる確率は2%。2%や、2%や。本当だ、そうだ。2%なのに2本あげましたよ。すごい。一番単価の高い魚は今？今一番単価高いってサワラ。うわ。若干そうなるかな。輸送しながら。ああ、もうあれだけのサイズだったらまあまあな金額になるでしょうね。聞いてるの？めったにないですよ。うわ。漁師さんでもあんなのは。あらやるなー、やっちゃいましたやっちゃったやっちゃいましたね、やっちゃいましたね、やった、めっちゃ嬉しいこの願いは。いや、でもちょっとね、まずはヒラマサちょっと攻略していただかないとね、そうです。ヒラマサ釣った、釣ったそう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 、ヒラマサかと思ったがブリじゃった勘違いしてた、うん、2回勘違いしたからな今日ブリもこれは40キロのヒラマサやって言ったもんなで腕がちょっと しんどくなってヒロちゃんがちょっと持ってくれたんですよ、サワラ。はいはい、ヒロちゃんがあれ軽いぞさっきと同じぐらいですよ。わーすごーい。顔がくちばし長いやつ。やらない。相手の方が引いてやっていくでね。ご飯も食べてよ。ご飯もあっち入ってるんでね。ありがとうございます。いただきました。これこれ。じゃこんな感じで作ったもん。ありがとう。時間は。ありがとうございます。やらなが。それでお酒飲もうかな。パンすごいな。すみません、社長、お疲れ様でした。はい、社長、今日もありがとうございました。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 最高の一日だぜ。ハッピータイム。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、今からまた大阪に帰るんですけど、まず、今回の、はい、あの結果発表を、ね、やっていきたいと思います。はい、じゃあ、まずポイントの低い人から何を釣ったかとポイント、まあ、覚えてる限りでいいんで聞きましょうか。あの5人中ダダ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 5位元ちゃん。はい。はい、ありがとうございました。9ポイントゲットで。アコとあとネザからもう一匹釣ったんですけど、なんか忘れちゃって、あとはでっかいのはメジロ1本。すごいね。もう、はい、あと1センチか2センチとか、ほんともうちょいブリやったなもうちょいです。納得してる。あーもうね、いやでも、ね、いやすごくすごいバトルやったね、あれもね。でも振りでしかなかった。はい。はい、じゃあ元ちゃんは9ポイントで5位。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。楽しかったです。はい、じゃあ次第4位。ダララ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 ラ。ダン。はい、私でございます。スマホ。はい。笛吹き台と平松さん1本で11点。うん、でもまあ平正込みのね11点で、すごい、もう満足です。はい、平正すごい、すごい、はい、で今年今回の本当あのターゲット魚種のメインは平正ですね。最高得点です。はい、そう、最高得点10ポイント。そう、はい、初参戦で初キラ、あれがなかったらでもゾッとしますね。冬吹き台1匹中はちょっとやばかったですね。はい、では平松おめでとうございます。ありがとうございます。続きまして第3位、ダダ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 ダ
かりカサゴとあ、違う、巨大うっかりカサゴと、なんだろう、アコウも釣ってたし、ひたすら2ポイントを家族釣って稼ごうとしたケイコちゃんです。2ポイント6匹の1ポイント笛吹き台の13ポイント数だし末の字だんだんそういうなんとつおめでとうございます。おめでとうございます。え、じゃあ優勝はマリちゃんとどっちかじゃますやん。どっちだろう。じゃあ先に優勝。あ、そうやな、優勝を決めましょうか。はい、はい、じゃあいきますよ。栄えある第2回五島列島昇級試験フィッシング優勝者はダダ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 ダ、私マッサンです。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。超過はブリと笛吹き台も1匹、あと高級魚、あ、やから、なんだこれ、あ、そう、ちっちゃい根魚みたいなやつ、で、あとすごいもう記録級の1メートル99センチの巨大サワラゲット。あれはですか、ありがとうございます。更新でボーナスポイントついてますからね。そう、あれ通常の青物で5ポイントプラス、今までブリが最高記録やったから、長さで言ったらそれを超えちゃったから、あのプラスボーナスポイント5ポイントついて優勝しました。おめでとうございます。ありがとうございます。結果的に2位、15ポイントすごい、15ポイント、大きいブリと大きい平政、最初に平政あげて、すごい、で今日聞いたら、まあ1日経って今日聞いたら、もう肩は痛いわ、ここに竿置いたからここ青技になる、同じ場所で2カ所やったからここ青技になっちゃった。本当に、え、でも兄ちゃん平政だけやったら10ポイントでしょ。そうです。で、あとあれ何が挙げてんだ、ブリ、あ、ブリ曲げてんねや、あ、でっかいブリな、キャスティングで一番最初に、そうそうや、負けずにずっと投げ続けてた、そうや。この超過も、まあ、アビルさんで食べたやつもあるけど、全然食べきれないんで、また大阪、今回シフレに持って行って、びっくりさせたい、美味しいフレンチにしてもらいたい。はい、じゃあ以上、結果発表、昇級者は私だけでした。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、みんなありがとうね。この1年間お仕事一生懸命頑張った分、全部こっち来てありがとうね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ以上です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、バイバイ、ごとう、またね。ありがとうございました。皆さんもぜひごとうに。おーい、はい、今回もまたこれやってますね。そうですね、本当に来たって感じです、なんか懐かしい、やっぱり恥ずかしいんですけど、なんかちょっとね、やりにくい場所ではあるんですけど、でも、まあ、今回ついにね、ちょっとレギュラーでこういうことをやっていくっていうことのついに2回目がね、行われて、また来年も予約しといてもらう。予約、あ、アベルさん、はい、あら、あら、まだしてない、こっち口約束、口約束来年も行くから、また来年もこれするわけです。来年はちょっと人変えません？恥ずかしい。もうこれは次はアレちゃん。いや、定番でこのお三方で行きます。いやいや。もう終わりません。ちょっともう終わりです。俺ら結構いい年した大人やから。ちょっと本当ちょっとそろそろブルブルしてきたんですけど。またじゃあ行きましょうね。はい、はい、頑張りましょう。はい、グッバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。シューかなり辛いんですけど、しんどい。ご視聴ありがとうございます。おすすめ動画はこちらです。チャンネル登録よろしくお願いします。お題を